Auf ins Gefecht! Thomas, wir sind in einem Wald. Es ist nicht unrealistisch, dass jetzt eine Riesenspinne kommt. Oder eine riesige Pflanze. Oh, Spinne. Nein, einfach nur eine fette Pflanze. Bitte den Imperator! Wie viel hat das? 61.000! Oh, okay, gut, wenn man die Tentakel kaputt macht, fällt es nicht so viel aus. Wo ist denn diese blöde Katze, wenn man sie braucht? Ja, ich mache trotzdem Schaden, obwohl es da oben ist. Also. Ja! Ist gar nicht so hart. Ach, toll. Irgendwas passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Zwischenboss so heftig ist. Und der Bossgegner, der storytechnisch kommt, ist so ein Witz. Das Ding hat irgendwie einen Trick drauf. Vielleicht auch nicht. ねえ、これ本当に罠じゃないのかな？そうでないことを祈ろう。いたぞ。まだ追いかけっこは続くみたいね。Irgendwas hat er. そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。Er hat irgendwas.Das war bestimmt, der hat ja so auf die Halskette geguckt. Das ist irgendwas, was, was er kennt. So, Verteidigung hoch. Lo, 相手になってくれるか? そんじゃまた明日。よし、疲れは取れたぜ。Ach, der Händler ist jetzt bei uns.Sehr gut, ich muss nämlich mit dem Bauernhof mal kurz was klären. So, zack.
man kann jetzt halt auch gleichzeitig noch noch Tiere großziehen. Ja, 800 Punkte, da kann ich mir doch bestimmt was Ordentliches leisten. Alter Ruinen, okay. Aha. Kono Ehe ってのは尾行は苦手みたいだな。悪いが、こちとらこういうのは割と得意でね。まさかあんたか。ローが言い出したときは何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。Na klar, nur nicht übertreiben. どうやらおとなしくさせる必要があるよね。せっかく穏便に済ませてやろうとしたのに。なんでだよ。俺たちを出てって欲しかったんじゃないのかよ。答える必要はない。ガイルの間アッタケグラン。Sie sollten viel mehr Energie als diese blöde Pflanze. Kann doch wohl nicht raus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, weg, 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 weg. Die hat ihren Spezialangriff. Oh, das wird ja gleich richtig wehtun, Fräulein. Gaffi, ich habe eben mal bei Frag Waters nochmal reingeschaut. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Die haben da gut gepatcht, muss ich sagen. Komm, jetzt geh kaputt! Alter Thomas, was geht denn ab mit dir? Du geiler Sack, du! No!
教えてくれた。これで終わりだ。ヒオハリムの差し金か。何のためだ。出て行けと言いつつ、やっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだ者に用があるってことか。だとしてもそれは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う。私たちを呼んだのは何者？答えなさい。おい、本気か？待ちたまえ。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るのはな。久しぶりだ、キサラ。知り合い？Ha! Ich wusste es! Karagriya und Sisrodiya haben die Eiyuka befreit. Ich bin glücklich. Es ist nicht nur unsere Kraft. Es war viel Unterstützung. Hey, hast du sie vorhin gesagt, dass sie Nii-san ist? Ja.この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで仇敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じ近衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。暗殺？まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもりだ。それこそ信じられないわ。そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ。治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？もっと悪い。見たまえ。なんだそれ、金属なのか？金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない。物質でなくなったもの、かつて物質だったという痕跡、虚水というそうだ。虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。
これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな、でもどうして兄さんがそんなことに。去る陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ダナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって。もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに。安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの。なぜ兄さんだけが。おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。Und deswegen, liebe Kinder, guckt immer auf die Inhaltsstoffe, bevor ihr was isst. So, das ist ein Anschlagsmissil, das ist ein Anschlagsmissil. So, 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 das ist ein。それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。Ich mag die Katze。それで具体的にはどうするんだ。あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ。あんたはなぜそんな目に遭ってまでやるんだ。この国のダナ人の未来のためだ。未来？ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一回のスルドに過ぎない。今のスルドブリガが終われば、また次のスルドがこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが？おかしいか。すべては信じることから始まるのだ。Das ist auch cool. Schön dich wiederzusehen, Kisara. Lagil, du hast also die ganze Zeit mit Migal zusammengearbeitet.Ihr könnt euch also? Ja, man könnte sagen, dass wir uns von Kindesbeinen an kennen, obwohl ich sie nicht mehr sah, seit wir die Goldstaubkatzen gründeten. Was macht ihr in eurer kleinen Bande überhaupt? Genau das, was Mikal dir sagte. Wir wollen die Wahrheit über die Verschwörung aufdecken, die Menantia plagt und die, die drin verwickelt sind. Schon selten, wie das Leben so spielt, hm? Wir wetteiferten stets um Mikals Aufmerksamkeit und dann wurdest du erwählt, mit ihm der Wache beizutreten. Darum habe ich dich wirklich beneidet.Aber wie sich das Blatt wendete, jetzt stehst du mit ihm auf Kriegsfuß und ich darf ihm helfen. Jeder muss irgendwann erwachsen werden, Lagil.
Vielleicht, aber das bedeutet nicht, dass man den Menschen verraten muss, der man einst war. Du hast dich verändert, Kisara. Ja, ich hörte von Migals Plan, Lord Doha-Lieben zu ermorden, wie er floh, als der Plan scheiterte. Ich suchte ihn, um Antworten zu bekommen, aber er ist hier nie aufgekreuzt. Man würde meinen, dass wenn man unschuldig ist, man auch nicht wegläuft. Aber das hat er getan, weil er ein Feigling ist. Ein Feigling, der mich und Menantia verrät. Nach all dem erwartest du von mir, dass ich glaube, dass das alles nur eine Verschwörung ist und ich die Vergangenheit ruhen lassen soll. Kisara, beruhigt dich. Ich verstehe, wie verwirrend das alles ist, wie sehr du an deinem Bruder zweifelst. Aber wir tun das alles, um genau diesen Traum zu erhalten. Bitte vertrau uns damit. Du hast gesehen, welche Verfassung Nigal ist. Er würde es nie sagen, aber ihm läuft die Zeit davon. Kannst du eure Differenzen nicht beiseite räumen und mit ihm wieder als Bruder reden wie früher? Nur dieses eine Mal? Du hast recht, vielleicht sollte ich das. Tut mir leid, ich habe dich wirklich vollgeschwatzt, oder? Es muss viel auf einmal zu verdauen sein. Du kannst dich hier gern erstmal ausruhen, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, das Angebot nehme ich gern an. Eieiei. Was? Keine Kampfpunkte? Warum? Da verklaue ich euch das Schwein. Ich muss die Nacht also hier bleiben, okay. Ich muss um 22 Uhr wieder zu Hause sein. Ja, ein bisschen verschlafen, der Gute. あなたこそ目が覚めてしまっただけだ眠くなったらそのうち寝るよ肩は大丈夫肩ああピオハリムに打たれた部分か多少違和感はある平気だ平気治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだな、シオン。ありがとう。考えてみればあれは私が悪かったわ銃弾数発でスルドを倒せるわけないのにねもうその話はいいだろうみんな無事で今もこうして治癒してくれた全てのスルドを倒すその約束も続けられるだろうそうねでも一つ聞かせてちょうだい。ローは、あなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃ、なんだろうな。何よ、それ。シオンがいなくなったら、炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより、死なせたくないただそう思ったんだまだ少しは学びなさいでも
それに約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね、覚えていて何よりよ。どうしたんだ。俺先に寝るな。ご自由に。どうしちゃったのかしら。So, gleich kommt die berühmte Ich laufe weg Szene.キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか、通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。結婚日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。しばらくは三木田からの連絡待ちかな。じゃあどっか出かけようぜ。じっとしてるのは性に合わねえ。なら私も行くわ。あなたたちだけでは三木田の知らせが届かないところまで行きそうだし。子供じゃないんだから。少しはこの町みたいに仲良くしてくれよ。勢いで三木田に協力することになってるけど本当に良かったのかな。まあ俺たちもともと戦うつもりだったしな。もし本当にティオハリムが三木田の言うような人でダナとレナが争わないで済む未来をもたらせるなら、俺たちが戦う理由は何もないことになる。それはそうだけど、なんか釈然としないよ。私はやっぱりレナ人を信じる気になれないし、ミキウダだって正直よくわからない。あのキサラだって兄弟って言ってもなんかややこしそうだったよな。俺一人っ子だからもう一つピンとこないけど。俺たちのこともよくわからないか。それはそんなことないけど。俺にはまだこの国の何が本当で何が嘘なのかがわからない。だから確信が持てるまではうかつなことはしたくない。それじゃダメか。うん、いいよそれで。いやいやいや、クルルもミキウダの猫ザーレもダナにもともといる生き物なんだよな。うん、ズーグルなんかとは違うよ。まあズーグルには可愛げなんてないもんな。クルー、ああフクロウにもねえか。お前からカンファール。あちゃ、あちゃ、あるって、あります。フクロウ最高。クルルも可愛いが俺は猫も好きだな。シオンは？え、あ、私？私はそのどっちも。え？なんでもないわ。でも考えてみれば愛玩用のズーグルって聞いたことないわね。レナ人が実用本位ってことじゃないのか？何かしら特殊な機能を持たせたのがズーグルだってことを考えるとあり得るわね。なんでもいいけどこいつを止めてくれ。はぁ、yeah, I should. Eulenmassaker!